みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと195日となりました。みなみです。マイアミではありません。久しぶりですね。本当はさ、一昨日ぐらいに動画撮ってたんですけど、やっぱり案の定なんか Wi-Fi が見つけられず放置しました。だから今日載せると思う。一緒に髪が黒くなりました。いつも夏に向かって明るくなっていくんですけど、今回は夏に向かって黒くなってきます。なんか黒いのを褒められたので黒くしようかな。でも青なんだよ、またほらちょっと分かると、また多分緑になっていくと思います。明るくなっていくとですね。いや、太ったんですよ。それはね、飲んだくれですから太ります。いや、酒では太んないんだよね。酒と一緒に食べてるものが、そんな食べてないんだけど、まあ今さ、ちょうどちょっとホルモンバランス的に太る時期ではあるんですけど、でもね、太ったのになぜか痩せたと言われるんですよね、パッと見は。その不思議ね。まあ、体重はさ、そのさ、腫瘍とかのことがあって測ってるんですよ、いつも。やっぱりなんか急激に増えると、地震？なんか揺れたよね、今。違うか、ダンプカーとか撮ったのかな。そう、ということで測ってはいるんですけどね。前本当に気づかなかったから、本当に自覚症状がないんですよ、私。だからちょっとっていうのもあって測ってるんですけど、まあそんな感じかな。多分ね、前の動画がめっちゃ長いから、今日は短めで切り上げようということで。あ、でもね、イタリア語は続いてるんですよ、割と。フランス語も続いてるんですよ。もうフランス語何言ってるか分かんないから、もう適当に聞き流してハハハハとか言って、でイタリア語はでもちょっと顎がひどい、むくんでんだよね、顔がね。イタリア語はちょっとイタリア語検定でも受けてみようかなみたいになってるんで、ちゃんと勉強してます、マジに。いい光だね、いい光だな。というわけで、皆さん良い一日をお過ごしください。では。